オリーブ・トーマス、オリーブ・トーマス、オリーブ・トーマス。1894年10月20日から1920年9月10日は、アメリカ合衆国のサイレント映画女優、ソーシャライト。彼女は、ジーグフェルド・フォリーズのコーラスガールで、元祖フラッパー、日本のモガにも影響を与えた1920年代のモダンガールであった。大女優、メアリー・ピックフォードの弟ジャック・ピックフォード。 との結婚、そしてその早すぎる死によって記憶されている。トーマスは、オリーバー・アル・ダフィーとして生まれた。ただし、彼女自身は時折オリベルタ・エルイン・ダフィーが、出生名であると主張していた。彼女を知るほとんどの人々は彼女を、オリーと呼んだ。ペンシルベニア州シャルルロアのピッツバーグ地区で、労働者階級の家庭に生まれる。彼女が、まだ若い頃に、父親が高いし、 家計が逼迫したので母親と二人の弟、ジェームズとウィリアムの生活を支えるために学校を辞めざるを得なくなった。1911年4月、16歳の時にやはり小さな工場長であるマッキーズ・ロックスのバーナード・クルー・トーマスと結婚。伝えられるところでは2年の結婚期間中、彼女はピッツバーグのカウフマンデパートの店員として働いていた。離婚後は、 家族と共に、ニューヨークに移り、ハーレムのデパートに勤めた。1914年、著名な商業画家、ハワード・チャンドラー・クリスティのモデルを務め、これは、サタデイ・イブニング・ポストの表紙を飾った。フィッシャーはトーマスを、ジーグフェルド・フォリーズの屋上庭園で、営業時間後に行われたリスケイ・ミッドナートフロリ,ックリスケイ・ミッドナイト・フラリックから浮かれて、 ワイセツじめた夜中のショーに頻繁に出演した。この時期に、他のフォーリーズのレビューショーに出演していた女優や、女性ダンサーと同時世に、彼女も、当たり前のようにジーグフェルドの愛人になっていた。なお、フォーリーズとは異なり、ミッドナイトフォーリーズの女性たちは、いかに露出度の高い紛争をしていようとも、舞台上での厳格な礼説を維持した。演者たちは、風船だけを身にまとい、 事実上すべての男性の観客にシガーで風船を破裂させる機会を与えていた。トーマスの評判は後にピックフォード家が彼女を拒絶した理由であると考えられている。しかし世間の人々は彼女たちに眉を潜めることはなかった。高級商婦から伯爵夫人となったセレステモガドール、同じく高級商婦からプリンセスギカとなったリアーヌド、プジー、伝説的な女優、 サラベルナールなどのかつての大女優たちも同じような下積み時代を送っている。ミッドナイト・フロリックは主として巧妙な男性パトロンたちが若く美しい女優たちに多くの金品を送る賞であった。ほどなく魅力的なトーマスはコンデナストの関係者から注目を集まるようになった。彼女はすぐに自分が数人の非常に裕福で精力的な男性に付きまとわれているのを感じた。 トーマスはファンからの高価な贈り物を受け取った。ドイツの大使が1万ドルの真珠のネックレスを贈ったという噂もあった。急激に高まった名声の一端として、ペルーの画家アルベルト・バルガスのヌードモデルを務め、ハリー・フォックスの10話に出演した。1916年10月、トーマスはトーマス・エイチ・インスと共に仕事をすることとなるトライアングル・ピクチャーズへと移籍した。 その後すぐに1年前から事実婚状態であったジャック・ピックフォードの婚約のニュースが流れた。この結婚についてトーマスは私はピックフォードの名を借りて成功したとは言われたくなかったと語っている。トライアングル時代、トーマスはトライアングルスターと称された。1917年の映画マドキャップマジノベティ役はトーマスの最も成功した仕事の一つと認められている。 この3年後にはもう一人の代表的な10代の役を演じることとなる。1918年12月、トーマスはマイロン・セルズニックからセルズニック・ピクチャーズ社と契約するよう説得された。彼女はより重要な役を望んでおり、夫と共に同じ会社と契約を結べばより多くの影響力を行使できると考えた。彼女はすぐに セルズニックの最初のスターになり、魅力的な魔性の女のイメージを作り上げた。1920年、トーマスは、フランシス・マリオン原作、脚本の映画で、再度10代の役に臨んだ。俳優が演じた役のタイプによって特徴付けられていた時代であったが、トーマスは、自分が固定された映画のタイプを持っていないと感じており、以下のように語っている。 しかし私は特定のハマり役を作りたいのです。ミアリー、ピックフォードは子供の時から映画に出ていました。ノーマ、タルマッチはドラマを演じます。コンスタンスは軽薄で尻リガな人妻です。ドロシー、ギッシュはおてんば娘です。アラナジモバはエキゾチックで神秘に包まれています。私のジャックは男の子を演じます。一方で私は、私は、 わかりませんか私は全く何者でもないんです。トーマスは、クララ・ボウ、ルイーズ・ブルックス、ジョーン・クルフォードなどに先行して、フラッパーと呼ばれた最初の女優であった。彼女は、エイユースフルフェイヒーや、最後の映画となった、エブリバディ・エス・スイートハートなど、映画キャリアの末期に、フラッパーの役を演じ続けた。トーマスの成功の証として、 死の直前には週に3000ドルを稼いでいたという事実がある。トーマスは常に母親の側にいて彼女の死を見届けたいという願望を語っていた。母親はハリー・バンカークと再婚し、1914年生まれの彼の連れ子ハリエット・ダフィーが新たにトーマスの妹になった。彼女には二人の弟がいた。ジェームズ・ダフィー、ジェームズ・ダフィー。 1896生誕と、ウィリアム・ダフィー、ウィリアム・ダフィー、1899年生誕である。トーマスはウィリアムが海兵隊に所属していた時に、ジェームズが電気店を始めるのを手伝った。後にウィリアムは撮影日誌となった。彼女が死を迎えた時には、弟たちはセルズニックプロダクションに勤めていた。トーマスは非常な美しさで知られていたが、現実的な女性だった。 彼女の有名な言葉に以下のようなものがある。人生は短く、人気商売の運命は水物です。今日ブロードウェイで多くのバラを受け取っていたとしても、明日にはウェーターであった馬鹿な監督が五感五千との俳優を起用して、私たちを礼遇しているかもしれません。現実的であったにもかかわらず、トーマスは時折無神経で品位に欠けているとみなされた。 彼女は極めて探求心旺盛で、物を学ぶことを楽しんでいた。そうですね。私は、ホリーズの女の子から安毛の映画スターに転身したに、過ぎないので、必要に応じて大工になる覚悟ができていた方が良いのです。彼女は、女優の仕事に真面目に取り組みたいと考えており、ピックフォードの名に便乗することを望まなかった。トーマスは、ピックフォードとの結婚後、 アルコールとコカインなどのドラッグがトーマスの人生で大きな部分を占め始めパーティー巡りと気候が目立つようになった。これは夫との波乱に富んだ夫婦関係とおそらく自動車事故がアルコールとドラッグの摂取に拍車をかけたためであろう。彼女は9歳の子供に重傷を負わせた事故を含め2年間で3回自動車事故を起こし結局お抱え運転手を雇った。 アルコール依存症に関しては夫である、チャールズ・ピックフォード本人だけでなく、彼の父親や姉のロッティも若い頃から常に酒が手放せない状態であり、さらに、チャールズとロッティはドラッグ依存症でもあったので、早い段階で健康をひどく損なってしまい、どちらも30歳代で死亡している。トーマスが、当時最も勢いのあったサイレント映画の大スター。 メアリー・ピックフォードの弟である俳優のジャック、ピックフォードに出会ったのは、サンタモニカ・ピアーのビーチカフェであった。ピックフォードは、そやなバカ騒ぎで知られており、同行者と居酒井になっていた。脚本家のフランシス・マリオンは、こう書き記している。私は、よく、彼女を、ピックフォード家まで送っていきました。彼女が、メアリーの弟ジャックと婚約していたからです。 天真爛漫に見える二人の子供たち。彼らはブロードウェイを引っかき回した、かつてないほど最も放らで野蛮な悪ガキでした。彼らは二人とも才能を持っていましたが、仕事に集中するより、人生のルーレットに興じることに遥かに興を持っていました。出会った一年後にトーマスはインタビューに答えている。ジャックは美しいダンサーです。彼は、 私のハートに続く道で踊りました。私たちは結婚前の8ヶ月間でお互いを理解しました。そしてその大部分の時間を私たちは踊っていました。私たちは残りの人生を一緒に過ごそうとダンスフロアで動く自然に決めました。1916年10月25日、トーマスはピックフォードとニュージャージー州で駆け落ち結婚した。 俳優のトーマス・ミリアンだけが立ち会い、二人の家族は誰もその場にいなかった。ゴシップコラムニストのルエラ・パーソンズによる1919 19年のインタビューでトーマスは子供を持ちたいという願望を語った。近いうちに私たちは家族を持つでしょう。私は子供たちを愛しています。二人には彼ら自身の子供は最後までできなかった。1920年に 彼の母親が亡くなった時、彼らは、彼女の当時6歳だった老いを養子にした。大部分の証言によれば、彼女は、ピックフォードの乱脈な女性関係と夫婦揃って、酒とドラッグに溺れた、結婚生活は荒々しく、緊迫した衝突で満たされ、高価な贈り物の交換による贅沢な和解がそのに続いた。モーションピクチャーマガジン1920年3月号で、 トーマスは劇的な夫婦関係について語っている。彼は常に私に何かを送っていて、私もお返しに送ります。わかるでしょう。我々はどうにかして距離を縮めなければなりません。最初はこのような生き方になれることができませんでしたが、私は人はいつかは何にでもなれると思います。我々が一緒の時は色々なことをめぐって言い争うことに時間を使い果たしたものです。 私があなたはあの人やあの人と外出していた。というと彼は同じように言い返しました。そして私たちはハラハラしますが今はそれを乗り越えています。私たちは一緒にいることができないというだけの理由で弾乱の時を頻繁には持てないのだと理解しています。大部分の家族が彼女の葬式に参加したがピックフォード家は 必ずしもトーマスを認めてはいなかった。メアリー・ピック・フォードは自助伝、サンシャイン・ワンド・シャドウズの中で書いている。残念なことに当時は我々の誰もがその結婚をよく思っていませんでした。母はジャックがあまりに若いと考えていましたし、ロティ、妹のと私はオリーブがミュージカルという異世界の住人だと感じていました。オリーには社交界の中に 彼女に魅了された金持ちで結婚相手としてふさわしいあらゆる男性がいました。同様に彼女自身の領域である演劇界でもプロポーズが殺到していました。それは全く驚くには値しません。オリーブ・トーマスの美しさは伝説的です。彼女は私がこれまでに見た中で最も美しいバイオレットブルーの瞳を持っていました。僧帽は彼女のきめ細かい 透き通るような肌の白さのために、より暗く見えた、長い黒いまつげに縁取られていました。私は、フローレンツ・ジングフェルドがなぜジャックが彼女を、ホリーズから連れ去ることを決して許さなかったか理解、できます。彼女とジャックは、お互いに猛烈に愛し合っていましたが、私には、一緒に遊んでいる、子供のカップルに思えました。1919 19年6月のあるインタビューにおいて、 トーマスは死について語っている。私はその時が来て、その時になって、初めて死ぬのだと思います。私の死に対する感覚は、他のことについてのそれと変わりません。過去に起こったことを変えることができないのと同様に、これから起こりそうなことを変えられるとも思いません。そういうわけで私は決して心配しません。これは、人々がうぬぼれたり、 他人よりマシだと考える必要はないと思う理由でもあります。長年ピックフォード夫妻は一緒に休暇を取ろうと考えていた。ピックフォードとトーマスは双方が絶えず巡業しており一緒に過ごす時間がほとんどなかった。結婚生活は破綻をきたしていたが二人は二度目の新婚旅行に出かけることにした。1920年8月二人は 休暇と何本かの映画の準備を兼ねて、フランスのパリに向かった。1920年9月4日土曜日の夜に、夫妻は外出し、パリのモンパルナスクォーターの有名なビストロで、エンターテインメントとパーティーの夜を過ごした。午前3時頃ホテルリッツの部屋に戻り、ピックフォードは寝入っていたか部屋の外にいた。証明はされていないが、その夜トーマスはコカインを使用したかもしれないと、噂された。 酔って疲れていたトーマスは、夫の慢性梅毒のために処方された、塩化大に水銀溶液を誤って大量に摂取した。液体は極部に用いるためのもので、摂取するためのものではなかった。別の報道によれば彼女は瓶には、飲料水か睡眠薬が入っていると思っていた。ラベルがフランス語だったことが誤りを助長した、可能性もある。ああ、なんてこと。とトーマスは叫び、 ピックフォードは彼女を抱き止めるために走った。しかし時すでに遅く、彼女は致死量を摂取してしまっていた。彼女はパリ郊外ヌイのアメリカンホスピタルに搬送された。数日後に毒のために死亡するまで、ピックフォードは彼の姉であるメアリー・ピックフォードと半年前に離婚した中堅俳優のオーン・ムーアと共に妻の側に付き添った。死の直後から彼女は自殺したか。 あるいは殺されたのだという噂が流れ始めた。検視と並行して警察の捜査も進められ、トーマスの死は不慮の事故であったと断定された。ピックフォードは9月13日付、ロサンゼルスエグザミナー市でその夜のことを証言している。我々は午前3時頃にホテルリッツに戻りました。私はすでにロンドン行きの飛行機を予約していて、日曜日の朝に立つ予定でした。 双方とも疲れ果てていて、少し飲んでいました。私は今から荷物をまとめず、出発前に早起きして始めた方が良いと主張し、すぐに寝ました。彼女はやきもきして歩き回り、母親への手紙を書きました。彼女は洗面所にいて、突然、何ですって、という悲鳴をあげました。私はベッドから飛び起きて、彼女に駆け寄り抱き止めました。彼女は何が、 瓶に入っていたか気づいて、私に泣きつきました。私がそれを拾い上げて読むと、毒物と書かれていました。トイレ用の液剤でフランス語のラベルが貼られていました。私は、彼女がしてしまったことを悟り、医者を呼びました。その一方で彼女を吐かせるために強制的に水を飲ませました。彼女は、ああ、なんてことかしら、毒を飲んでしまったわ、と叫びました。 私は毒が中和されることを願って卵白を彼女の喉に押し込みました。医者がやってきて私が抱いているオリーブの胃を3回ポンプで洗浄しました。私は朝9時に彼女を縫い病院に連れて行きました。蝶と医師とオートに医師が彼女を担当しました。彼らはオリーブがアルコールに溶解した塩化大に水銀を飲み込んだのだと話しました。 それは錠剤を飲み込むより10倍も悪い状況だと、彼女は死など望んでおらず、誤って毒物を飲んだのです。我々は二人とも結婚した日から、お互いに愛し合っていました。一度に何ヶ月も離れ離れになっていたことは、お互いへの愛情に悪影響は及ぼしませんでした。彼女は死のことなど考えておらず、死の直前まではっきりと意識があって、 看護師に自分が完全に回復するまでアメリカについて来てほしいと頼んでいました。彼女は絶えず私を呼びました。私は昼夜を問わず彼女が亡くなるまでそばにいました。医師たちは最後の瞬間まで望みを捨てませんでした。彼女の人機能が停止しているのに気づくまでは、そして望みは断たれました。しかし医師たちは彼らがこれまでに見たどんな患者よりも彼女は 毅然として戦ったと話しました。彼女は五十二一つの確率にかけて生に執着しました。最後の二日間はよりしっかりしているように見えました。彼女は意識があり、母親に自分が解放に向かっていて家に帰ると言っていました。これは全て間違いよ、愛しいジャック。と彼女は言いました。しかし私には彼女が死にかけているのがわかりました。 彼女は最後の12時間は皮下注射だけによって生命を維持していました。彼女が最後に認識したのは私でした。私は彼女のかすんだ目を見て彼女が死に瀕していることを実感しました。私はどんな気分かと尋ねました。彼女はこう答えました。かなり弱っているけどしばらくすればすっかり良くなるわ。心配しないで、ダーリン。 これが彼女の最後の言葉でした。私は彼女を腕に抱き、1時間後に彼女は永眠しました。応援ムーアもベッドサイドに付き添っていました。我々がニューヨークを経った時から流れている、ランチキ騒ぎやコカイニや家庭内の争いに関するすべての記事や噂は偽りです。ピックフォードは彼女の遺体をアメリカ合衆国に戻した。 一部の記述では、ピックフォードが途中で自殺しようとしたが、それを思いとどまったとしている。メアリー・ピックフォードの自助伝によれば、ジャックは、オリーの体と共に海を渡りました。彼が帰りの航海中のある夜、パジャマの上にズボンとジャケットを着て、デッキに上がり、手すりを乗り越えようとしたとき、彼の内面から何かが、お前は、母親と姉妹に顔向けできるのか。それは、卑劣な行為だ。 お前は生きなければならず、未来に立ち向かわなければならない。と告げたと母に告白したのは、それほど後のことではありませんでした。1920年9月29日、トーマスのために、米国聖公会による国別式が、ニューヨークのセントトマス教会で行われた。ニューヨークタイムズによると、教会は、完全に立水の余地もなくなり、警察の護衛が必要であった。 数人の女性が式中に気絶し、数人の男性は棺を見るために突進して帽子が押しつぶされた。トーマスはブロンクスクのウッドローン墓地に埋葬された。1920年11月20日に彼女の個人資産は遺産管理のために売却された。いくつかの品を買い取ったメーベル・ノーマンドとルイッセルウズックにより26,931ドルの純益が上がった。 トーマスの亡霊がニューヨーク市のニューアムステルダム劇場に出没すると言われている。2004年、サラ・ジェイ・ベーカーはタイムライン・フィルムズ社からの資金援助とヒュー・ヘフナーの助けを借りてトーマスの短い人生を描いたドキュメンタリー映画アラベズ・マス・ザ・モスト・ビューティフル・ガール・イン・ザ・ワールドを公開した。2007年、マクファーランド・パブリッシング社はミシェル・ボーゲルを発売した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。